うちの出番ってそろそ…お?恋、始まっとると？ご本、今回、佐世保市の観光大使に就任させてもらった月岡小金です。リポート動画も配信されるけん、頑張って佐世保の魅力ば PR するばい。いっぱい見て佐世保の言葉知ってほしか。どがん仕事。わあ、おちの地元の、信じられんくらいすごか仕事やね。もちろん引き受けさせてもらうばい。佐世保のグルメ観光地紹介。あ、おっそがんことはなかです。あ、あの番組ば見てくれとったと。言われると嬉しかばってん。ちょっと恥ずかしか気持ちもあるばい。お、違います。地元のみんなの通ってくれる大衆食堂ばい。そんやったら嬉しかですね。うん、お疲れ様、プロデューサー。うん、どん企画がよかやろうって悩んどったと。プロデューサーはどがん思う？観光地あんまりピンとこんとよ。景色はどこも綺麗かばってん。全部紹介するわけにもいかんし。え？双眼紹介もありやろか。なるほど、さすがプロデューサーやね。うん、うちのおすすめ観光地全部紹介するけんね。もちろんたくさん知っとるばい。愛も恋も絶対食べてほしか。うまかもんばっかりやけん。やっぱりグルメ紹介は外せんね。ゴン、海の匂い久しぶりやね。帰ってきたとね。
プロデューサー、帰る前に寄りたかところあるとけど、よっかやろか。ちょっとしたサプライズばい。ただいま、お母ちゃん。ただいま、お父ちゃん。おい、なして？そがんことなか。そうやろそうやろ、月岡食堂の料理はパリパリにうまかけんね。うちもお酒ば飲んでみたかよ、お父ちゃんと。そがんもんしとらん。うちがお父ちゃんと飲みたかだけばい。お父ちゃん、うちね、うちバリすごくアイドルになったと。おはよう、プロデューサー。うん、もう平気ばい。そいよりうち変なところ見せてしもうて。うん、いろいろ話したし、もう仕込みの時間やけん。それに今度また帰ってくるって約束したばい。やけん、バリバリ仕事せんば。ふぅ、今日もバリバリに頑張ったばい。もうお腹ペコペコ。
デューサー相関誘惑。超特急の安全運転でお願いするぽい。うちのスマホからやね。お母ちゃんから。プロデューサーちょっと出るけん。もしもし、お母ちゃん。うん、うちは元気でやっとるよ。ありがとう。そうやったと。パリー嬉しかよ。二人が交換うちのこと気にしてくれて。うちはまだまだ帰れんばい。まだバリすごくアイドルになっとらんけん。うんうん。じゃあまた今度はうちから電話する。おやすみお母ちゃん。プロデューサーありがとうね。おかげでじっくり話せたばい。心配してくれてありがとうプロデューサー。バッテン大丈夫。戻るとは今じゃなかけん。うちはもっともっと宇宙一のパリすごくアイドルにならんば。そうやね。うちが世界中のみんなば笑顔にできるようになったらやろか。これからも二人で頑張っていくばい。任せとってプロデューサー。アイドルやらせたらうちの右に出るもんはおらんけん。